お待たせいたしました。第2ステージはアンサンブルハイライツの演奏です。1950年60年代といえば、今では後期高齢者と呼ばれる方々が中学生や高校生であった頃です。その当時は1ドルが360円の超円安時代、今とは大違いの貧乏国日本にとってアメリカは遠い遠い夢の国だったのです。まだ馴染みの少ない英語で歌われる軽快なポピュラーソングは、当時の若者の心をどのように捉えたのでしょうか。戦後日本で封切られた最初のミュージカル映画は雨に歌えばです。フレッド・アステアのタップダンスが印象的でした。今は亡き エリチエミさんが18歳の時、このテネシーワルツでデビューしたのを覚えておられる方も多いのではないでしょうか。戦後我が国で初めてヒットしたポピュラーソングは、次にお送りするボタンとリボン、これを歌ったダイナショアは続いて青いカナリアを大ヒットさせました。Thank you.
戦後の10年間はカントリースタイルのものが多く、どちらかといえば上品なムードを漂わせていましたが、これを打ち破ったのがビル・ヘイリーと彼のコメッツが1955年に大ヒットさせたこの曲です。この曲は当時の若者たちを狂気させ、ロックンロールのリズムが世界中を駆け巡りました。そしてついに世紀のスーパースターエルヴィス・プレスリーが登場するのです。当時の大人たちはこうした傾向に顔をしかめましたが、若者たちは一向にお構いなくスターたちを追い、次々とヒット曲が生み出されました。プレスリーの後を追うようにポール・アンカーが1958年、わずか15歳でデビューしました。